はい、皆さんおはようございます。政治アナリスト、政局コーチのチャオです。那覇市長選が終わり、今日は一夜明けた那覇市内です。ご覧ください。こんな青空が続いています。知念悟さんが初当選しました。本当にですね、沖縄選挙イヤーのクライマックスシーズンも眺めましたけれども、今日はちょっと秋晴れというか涼しいお天気となっています。どうか皆様、引き続き政治アナリスト政局コーチなおは現地現場から取材をし、皆様に最新の政局、そして日本国内の国政はもとより、重要選挙戦もしっかりと取材してまいります。ぜひご期待ご注目ください。 YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして沖縄の皆さん、本当に沖縄選挙イヤーお疲れ様でした。皆さんと共に沖縄で楽しく、お目にかかったり、選挙中お世話になったりしました。本当にね、やっぱり現地の空気に触れ、現地の郷土料理、地元の味を食べ、草や花、いろんなね、この空気や香りを感じることが本当に私のような政治アナリストの仕事としては何よりも大切です。本当にたくさんの学びと感動、皆様ありがとうございました。それではチャオです。